白鳥です。岡村秀太郎です。今日髪を切ってきた。気負ってる。気負ってるね。気負ってるの。すごいな。いいわ。でも YouTube 出る前髪切りがちっていうのあるからね。私も切りがちだから、ね、最近僕も床屋の店員に、僕が前の動画の画面見せてこれにしてくださいって同じように頼んでね言ってますからね、はい、もうそれいいんですけど、それいいっすよ。どうで、まあ例のねディスクガイドを作ろう、ディスクガイドを作ろう動画ですよ。まああんまりさ3曲とか尺八奏曲地歌を知らない人にこれ聞いたらまあいいよっていうのをおすすめする冊子みたいなのをできたらいいんじゃないかなっていう話なんですけど。素晴らしい。ということで、まあ今までマサヤとやって津上とやって、はいはいはい、でまあ今回は琴引き側の人に、はい、来てもらったんで、そうですね、地歌奏曲の話をしていこうかなと。そうそう、マサヤとはもう最初回だったから、うん、適当にその場で思いついたやつをずっと喋るやつだったんですけど、うんうんうん、でその後津上とはちょっと本曲のリストを作ろうかなと思って、うん、まあ、それはある程度まあこんな感じかなっていうのをやったんで、うん、今回はテーマはそうですね、地歌ですかね。地歌奏曲、地歌、特に地歌、地歌でね。じゃあこれから言っていい？はいはいはい、あ、行きましょう行きましょう。でまあ、ってことを考えたときに、これなんですけど。まあ、素晴らしいし。古典芸能ベストセレクション、っていうシリーズが出てるんですよね。CD2 枚組で、ビクターと、日本伝統文化振興財団から、はいはい、これ、本当にいろんな、尺八も出てるし、なんかいろんなのが出てるんですけど、それの地歌版。で、この地歌のセレクトが、素晴らしいですね。よくて、まあ、基本、演奏者としては、だから、安倍恵子、藤井邦衛、米川文子、まあ、これはだから、昔の全集とかのを、再録してる感じだと思うんですけど、うん、あと、ね、まあ、福田栄から木古道っていう、はいはいはい。ラインがあって、プラスキから初子、いや、私的にはこれバランス選曲よし、いいですよね。でバランスよし、演奏者もいいし、これじゃないみたいな。そう、だからこれは多分良くて、だからまあこれにそのなんていうんだろう、他にこうなんかこの系統のこういういろいろな曲があるからこれをどんどん補足していくっていう CD をなんか増やしていくのがなんかこれを、うん、これ軸でね。これ軸のあれでもうなんかもはやいいのではっていう感じしますね。そうそう。いや私もそう思うんですけど。うん、じゃあこれを軸に置くとして。これまず地歌の軸です。あでもこの奏曲っていうのもいいですね。これは奏曲もめっちゃいいのよ。いいですね。分かってる、分かってますね。完全に。いや奏曲もこれなんか。いや、奏曲全然いい。軸っすね、これね。奏曲全然いい。そう、地歌奏曲はこれを軸でいって、うん、いきたいと思います。はい。いや、だからさ、じゃあ、ここに入ってないものでカバーしていくとしたら？まあ、なんかこう、ちょっと歴史的にたどると、やっぱり、組歌とかを最初に、なんか、CD 化されてるやつ1枚とか、まあ、初子先生のとか、初子先生の、あ、これいいっすね。まあこれの CD はね、うん、前も話したんですけど、人間国宝シリーズの菊原初子ですよね。この初子先生。まあ組歌が一応入ってる。組歌で言うとだからな、どの辺なの？私よく分かってないんだけど。組歌だと三味線組歌の、うん、三味線組歌といえばこういう。うん、CD がありますよみたいなのをなんか5、6曲セレクトしたあれがあればいいんですけど、僕が知ってる中にはない。ないか。
まあやっぱりあれじゃないですか、まあこの地歌は特にそのまあ菊原、うん、安倍富士、米川、福田、富山、富崎、うん、とかのこうベスト版みたいなのをなんかこう選んでいくのが、これを保管するんだったらいいのかなっていう感じですかね。そうするとやっぱりその九州系もだし、大阪系もなんかこう地唄をまんべんなくそのまあ網羅することはできるのかなみたいな。でまあ総曲もあるし、はいはい、そのまあこれやってる人って地唄のこれに出てる人たちは総曲もやるんで、うん、そこにもちょっとこうかぶれるし、まあ呼吸もしっかりですけどっていう形になるのがまあ一番こう要点を押さえた網羅的な地唄のディスクガイドを作る、うん、でまあそれさ録音としてはさ基本的には LP の時代にさ盛んにされてて、うん、それをじゃあどういう CD になってんのかって話なわけじゃん。そうですね、うん、米川文子全集は CD がであるけど全集だし、うん、安倍恵子はまあ安倍恵子の資源が良いと思う 1,2,3 だけど、まあ富山先生も富山先生はまあ2代目富山聖君になった時のあの、うん、地唄の世界、それは何か入ってるの。これは管轄一休とかが入ってます。アレネズミ管轄一休、笑顔、シンクモイロオサイ、ナナクサ、まあもうあのここでしかやらない、ここでしかやらない、ね、やらないやつとかを、ね、あのこれ2010年ですかね、初代の富山聖君のあの地唄江戸時代初期からの伝統を継ぐ、あの先代と、まあでもこれとさっき の、 に、うん、あの今の富山先生が国宝になった時の CD で、うん、なんかこう富筋のお箱というか、うん、ここにしかない地唄の紹介しやすい2枚組にはなる。ああなるほど、両方そうっすね。 これだったらそのなんか重田優作物栄冠半田優羽歌も入って合計12曲ぐらい、うーん12曲ぐらいだから、まあなるほどね。なんかやっぱり音源になってるやつだと、うん、聞く筋は結構こうあの組歌を継承してるものが多いというか、うんうん、なんか一応全部あるんで。全部あるっていうのは楽曲がない、うん、ないところもあるんで、その三味線組歌32曲、あーそういうことか、組歌49 40なるほど。がやっぱりなんか聞く筋はやっぱり組歌を基盤にしてできた3曲なのかなっていう気もするんで。なるほどなるほど。なんかまあそれ実際初子先生はそれをこう地唄への貢献っていうことで人間国宝になられたんで、だからまあそこをケアしたいなとも思いつつ、じゃあうん薄地はじゃあ初子先生の。でもこれいいですね、これこれは割とおすすめなんだけど、でもまあこれ以外でもなんかこれ以外だと初子先生、うん、見たことないその CD だから要は木原琴司の作品のあれですね。で浩司先生とかが弾いてる、菊地先生とか弾いてる、なんかこのラインもあると思うんだよね。つまりこう創作の世界というか、地唄明治以降の新日本音楽とも違 う、ね、地唄の創作の世界ってあると思ってて、
先代の富山先生の作品とかもあるし、実際創作の世界っていうもの出てますしねそうだからそれがあんまり CD になってないのがあれだけど、初代米川文子の作品、ああそうですね、を二代目が割と最近撮ったやつが、それはねサブスクにもあるし、はいはいはい、CD になってるんですけど、老儀賞だったかな、まあ、あとはあの米川金を手付けとかもあるし、あるあるある、やっぱなんかその辺も多少入れてもいいのかなって、入れたいですよね。だからこれは割とこれいいっすね。でちょっと覚えとこう、菊の響き、菊原琴司地唄総曲名曲集っていうタイトルで出てます。ちょっとジャケット良すぎますね。これだ、これはねサブスクあるんですよ。これ全部米川文子の作品で、全然知らないわ。文子あれすっごいありがたい気持ちな、この老儀賞とか、あのね多分何年前18年だから6年前だから92歳ぐらいの文子先生がステレオで多重録音で聞こえるっていうすげえありがたいアルバムですね。素晴らしいですねやっぱりやっぱ長生きってするもんすねそう、これもあ割と、いや曲もねこれは聞いたけど僕面白いかなって。いやでも創作のあれは必要ですよね、うん、こう現代の人にディスクガイドというか、あれを、まあ、現代って言っても何十年前の曲だけど、うん、にしてもね、まあ、歴史性の話になると思うので、そうそうそう、ディスクガイドもそうだから、もう明治に入っちゃったら新日本音楽と現代邦楽ですっていう、うん、そうですね、ことでもないっていうのはありますね。だから米川文子のこれと菊原琴司のあれと、まあ、富山先生の何かあれば、まあこの YouTube で何回か名前が出てるけど、カタカナでいつも覚えられないんだよこれだ、はい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 、オーソドキシー、オーソドキシー、これが覚えられないっていう、名古屋の芸伝統のオーソドキシーね。私これ正直聞いてないんですけど、あのねジョージさんが上げてた前、このあのなんだっけ、藤とかが入ってて、うん、これ藤とこれで聞いて藤とやりたいと思ったんです。ああ、いやちょっと名古屋系はちょっと全然、いやなんかでもこれは結構定評ある名盤らしいですよ。ああそうなんですね、うん、あでもまあ呼吸やってる身からするとやっぱりその横井先生とかも結構音源すげえなみたいな名演が多いんで、うん、もうなんか間違いはないのかなっていう気もしますね。ちょっとこの知らない曲すぎてあんまり想像ができないんだけど、このいや正直あの金輪藤戸ぐらいしか分かんないな。ちょっとそのうち聞いとこう。そうですねね、何の話だっけまあその各地方地唄の保管していくっていう、九州大阪京都みたいな、京都のもあんま分かってないっじゃないんで、なんかディスクガイドって言ったら、うん、なんかこう、まあ、やっぱ松竹梅とかってみんなやるわけじゃないですか、うん、でもじゃなくて例えばなんかそのなにわ十二月とか、はい、なんかそういう地方色強い楽曲が入ってる CD、うん、それで言ったらさこれだ、古賀を最高に伝えるってやつね。この古賀を最高に伝える、あまあ、ね、何は十二月、まあだからこれとはちょいかぶりなんですよ ね, ね、このこれと、あのね多分ね出口の柳ゆきとかは多分同じ音源っぽいっすね。出口も同じらしい。うん、だからまあ名所とかそういうなんか大阪系で大事にされてる曲とか、うん、何は十二月とか、うん、こういうのが入ってるっていうのはやっぱりなんかあと気合を感じますね。そうですね、別にだからこれじゃなくてこれでもいいわけで、うん、うん、曲数多いしレパートリー多いから実はそのこっち説ある、最高に伝えるの方が最高に伝わってるかもしれない。だからまあ孤独み歌とか抜けちゃうけど、そうっすね、だからまあどっちかかなこれは、うん、具合見て。月先生のあの CD もいいんすよ、あの3枚組の
名選手っていうやつがあるんですけど、あ、そうなの、もうハウタから3曲まで全部菊月先生が呼吸弾いてるんですよ。あー、すごいですね。15、6曲ですかね。それも素晴らしいんですけど、でもまああんまりそんな呼吸3枚組とかやっちゃうとあれかなみたいな。あ、でもさ、第1週これバラ売りしてんじゃん。第1週、2週、3週になってて、それだったらまあ1とかで全然いいけどね、うん、ちなみにおすすめある？ A12、多分123なんだけど、うわー、呼吸大事、うわマジで難しい。でもまあ、でも1でもいい気はしますね。黒髪入って千鳥の曲入って萩の杖入ってるんで、まあじゃあ1じゃない？ 1 っすね。1で1がギリいいしちょっとそこまあこの辺検討って感じ。え、じゃあこれで菊筋、菊筋、まあ、富筋、でも3枚、菊筋で3枚入れたら結構ボリュームか、ボリュームっすね。全体を考えたら、全体考えたら、うん、まあその辺かぐらいですかね。その辺か、確かに。あ、だから九州系か。あとあとはだから、でも藤井君に矢部恵子は矢部恵子の手芸かな、ね、あれはいいと思うんだよね。あ、うん、あれがあるんすよ。何？木久扇先生と、はい、藤本明子先生がやって、地唄のいろは、あったね、あったね、地唄のいろはっていうのもこう結構こうバランス、お互いのバランスいい、できた。あれ何入ってたっけ。いや、あれ入れたいんだよ。あれ、あれいいですよね、うん、僕もあれめっちゃ聞くんで。これだ、それ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 。まあなんかさ、その急いこう分かってぶてるみたいで、僕もよく分かってないし、うん、じゃあ具体的に九州系とその大阪の違いというか、ね、何が違うんだって言われたり、正直よく分からないところもありつつなんで。でももうサブタイトルで九州系地唄と上方地唄の共演っていう、うん、なんかこうもうお互いのいいところというかを、うん、もうまあそれをコンセプトでさやってくれてるから、てるから、それは初心者というか、うん、一枚聞くにはいいよね。一枚これ、これはいいな。なるほどね。だから この辺で聞く筋と見筋。そうですね。九州系はだから阿部恵子でしょ。結構。あとまあ。まあでもこれちょっと。変わり種で。変わり種っすね。いやでもこれちょっと僕のバイブルというか、はい、福田種彦移送集っていう、はい。やっぱ僕これ聞いた時に結構、食らったというか、ビビッときた、ちょっと持ってかれちゃっていや、まずその結構尖った CD なんですよ。そのうん、尖ってるね。残月が琴独奏弾き歌いっていうのと、うん、春のよ琴独奏弾き歌いなんすよ。いや、もうやばくないですかいや、なんかちょっとそうね、一曲も三味線弾いてないんだよね。そうなんですよね。まあ、まあちょっと尖り CD でもね、いいと思う。白秋先生の呼吸のあや彩りでしたっけ。あや彩りわかんない。あるね、あれは聞いては。あ、でもあれサブスク入ってる。あれサブスク入ってる、うん、聞いてないけど。あれでもあのこれだ、ちゃんとありますよね。あれも呼吸、まあ芝居とかもやられてたから、うん、小屋とかも入ってたり、うん、あの本曲も入って、はい、3曲も入って、だ結構そのあの歴史性的な、うん、あの呼吸っていう音楽のなんか先も行ってるかな、うん、みたいなのはちょっとこの白秋先生のアルバムは感じますね。まあそんなとこですか。すいません、なんか取り留めなくなっちゃった。いや、でも編集で頑張る。編集で。だからまあ、聞く、富、九州系、名古屋系を、ちょっとずつ、この辺を軸にフォローしていって、10枚ちょい。10枚ちょいぐらい。俺が選べるかなーって感じ、うん、あー。CD にしてください。これを見た、その、
あとさ、まあ、全然わかんないんだけど、まあ、それこそ、絨毯のイロハとかもそうだけどさ、割と最近出てるやつとかで、うん。なんかなさそうだけどね、と思う。意外と逆に、最近のやつの方が知らないみたいなパターンあるじゃないですか。あるね。いや、なんか、調べてはいるんだけど、情報が入ってないところもあるんで、まあ、ちょっと、まあ、今回はこんな感じ、渋滞に関してはこんな感じで、はい。また調査しますか。またちょっと、引き続き、調査いたします。じゃあ、次はね、三曲合奏編っていうのを。三曲合奏編に。地唄じゃない、地唄と別なんかいって話だけどね。まあでもこれ、今がディスク1の話ですから、これの。いかつい。ディスク2はこれ三曲合奏だからね、はい、その。んなとこで。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。あと、あれじゃないですか。みたいなことね。うまくなってる。うまくなってきた。